久保さん。人は変わりますよね。いろいろな面で。まあ、いい意味で変わることもあれば、悪い意味で変わることもあるでしょうね。うん。どうしようかなうん。変わらないことも大切であるにしましょうか。変わることも大切なんだけど、うん変わらないことも大切っていう。うん。まあ、変わらないことも,も大切にしとこうかな。 例えばね、あの、うん、まあ結構ね、まあ久保さんもいろんな人見てきてると思いますけども、お金持って変わっちゃう人いっぱいいますよね。うん、いっぱい僕も見てきました。お金を持ってね、変わっちゃった人。うん。まあそれは、まあその人の人生なんで、まあいいとは思うんですけども、 まあ、いい、まあ、良くはないか。まあ、いいとは思ってないですよね。お金持ったけど破産するみたいなね。<laughs> まあ、結局、散財するっていうね。散財するっていう。うん。だこれは結構、その、あの、まあ、ネットの情報でも出てますけど、よく、その、アメリカでね、億万長者、あの、宝くじ当たって、結局、破産して、すごい結末になる人っていうのが、結構事例があったりとかね。まあ、出てますけども。ねは、肌から見たらね、すごく、 あの、羨ましいなと思うんだけども、逆に不幸になるっていうね、お金を持って不幸になるみたいなね、今まではお金がなくて不幸だと思ってたけど、い一発当ててね、一気にお金入ってきて、で、不幸になってくるっていうね, <laughs> ね。これね、テレビで昔見たんですけども、ああ、なるほどな、そういう悩みもあるんだなって思ったんですけど、その、ある、その、なんかインタ、世界丸見えテレビだったかな,な、なんかでやってたんですけど、要は宝くじで、 10億ぐらい当てたのかなな,なんだ、海外って結構でかいじゃないですか、10億か30億か分かんないですけど、それぐらい当てて、でね、その,後その、まあと、テレビのインタビュー受けてたんですけど、うーん、まあ、その人は変わ、その人自体は変わってないんだけど、周りが変わったみたいなね。毎回その、あの電話かかってきて、そのなんか、投資しませんかみたいな電話かかってくるし、なんかその、 お前友達だったっけみたいな。お前友達なんかそのか自分の記憶がないんだけどもなんか勝手に電話かかってきてなんかあの小学校の時の同級生なんだけどみたいな,かなあの当たったんだろうみたいなちょっと少しぐらいいいじゃんみたいな。<laughs> とか、まあ、あとはその,、まあ、その家,家すごかったんですけどもうめちゃくちゃ防犯で固めてるみたいな。 だからもう毎回怯えて生活してますみたいな、いつそのせ強盗が来るかわからないみたいな、怯えて生活してますみたいなインタビューをしてた人がいて、まあ、この事例は、その当たった人は変わってないんだけど、周りが変わっちゃったっていうね、これ結構不幸ですよね。その人悪くないじゃないですか、別にたまたま当たってね、ラッキーだったんだけども、もう周りの全員が変わっちゃったみたいね。うん、これ怖いですよね。 うん、だからその自分が変わることも大事だけど変わらないことも大事だしだけど周りが変わるっていう場合もあるしだからその僕はインタビューを受けててかわいそうだなってすげえ思いましたね何も悪くないじゃないですか別に <laughs> だから人間不信ですみたいなこと言っててもう人間不信になっちゃいましたみたいなうん だからまあまあ確かにね、まあ、宝くじとかまあ一発当てるのは夢あるんだけどもまあ僕がお勧めするのは着実にいくっていうのがいいんじゃないですかね着実に稼いでいくそして着実に信頼を構築していく着実に信頼関係をこう縮めていくっていうのが一番、まあ、あの地味ですけどもまあ一番いいのかなっていうまあ変えたいと思うんだったらちゃんと着実に変えていくで変えないものは変えないっていう。 うん。だ僕も結構ラッキーだったのがいろんな勉強していく中でやっぱその変えるべきものと変えちゃいけないものっていうのをの見極めがだいぶできるようになったんでだからまあなんだろうな <laughs> あの自分のビジョンというか自分の使命というかなんだろうなあこれはやるぞみたいなうん多分まあそれは変わんないと思うんですよね、うん、やりきるっていう。うん やりきるまでやりきるみたいなねうんまあだからい一時期ねお金をすげえ持ったらどうなるんだろうって考えたこともあるんですよお金持ったらできなだ例えば今の発信に関してもまあ久保さんとのまあこ久保さんとのやり取りに関してもまあ一つ一理言えるんですけども、まあ、正直その商品のプロモーション終わってて、まあ、やってるまあ意味があるのかというと ね、もともとその億万長者合宿をこう販売するためにこのやり取りが始まったわけなんで、もうね、億万長者合宿開催しても終わって2年ぐらい経つわけですよ、で2年経ってもこやり取りしてるんですよね、もう販売してないのに何か意味あるのかみたいなね <laughs> で、意味はないんだけども,もうあ、まあ、当初の意味はもうなくなったんですよね、当初の、僕の中ではね。 僕の中では当初の意味はなくなったんだけども、なんかまた、また新しい意味ができたっていうか、新しい意味を作れたというかね。うん。まあもう、もはや意味というよりかは生活の習慣化になってるので、まあもう意味を超えてますかね。だからなんか結構ね、いろいろ考えることがあったんですよ。だからまあ途中でね、その、まあ僕と久保さんのやっぱステージ違うので、僕は商品売っていかないといけないわけですよ。 で久保さん商品売れなくても別に飯食えるしで僕商品売らないといけないからそのジレンマが結構あった時期があってまあでもやり方変えればいいなっつってやり方変えてねまあ今もうそのやり方変えたんでいくらでも取れるわけですよ別に、うん、別にあの公開しなきゃいいんで <laughs> そう限定公開取って <laughs> 送っとけばいいんで <laughs> そうなんか商品売ってるのにね久保さんとのやり取りブワーッアップされるっつったらやっぱりそのね僕はう、うん その今、現行でやってるプロモーションの動画を、やっぱ中心に見てもらう必要性があるので、でそれで売り上げ作ないといけないですから。だからそれはまあ、僕自身がやり方変えたんで、まあ、クリアしたんですけど、うん、なんか、何を言いたかったんですよね。何を言いたかったんだろう。まあ いいけなもものもあるし変えたうん。周りが変わっても自分も変えない。でも自分が良くても周りが変わる可能性もあるし。なんか,なんか正解ってないですよね。うん、正解はないだな、うん。何が正解なんでしょうね。だから正解探しというか、まあでも、まあ正解が一つあるんだったら、 ま、振り返って、良かったなと思えればいいんじゃないですかね。うん。少なくてもこの、僕は、久保さんとのこれやり取りして、まだ僕も死んでないし、久保さんまだ生きてるんですけど、あ,あの、販売終わってもこのやり取り続けてて、良かったなと思えますもん。うん。多分このやり取りをできるのは、日本中探しても僕と久保さんしかいないと思うんで、これ,はままあ、これはもう間違いなく言い切れますね。だって販売終わってんだもん。 <laughs> 販売終わってこのやり取りできるそのなんだ同じまあ業界の人業界の同じ業界の人じゃなくてもいいんだけどもま,だまあいねだろうなっていうだから人ができないことをやったっていうのはまあ自分の中ではねうん自分の歴史の中では人ができないことはやったうんよかったなみたいな、うん、だって人と違う人生を送りたいんで人と違う人生を送りたいから人と違うことをや,やりきったうんよかったなみたいな そう、<laughs> うんはい行ってらっしゃい。